はい、暇つぶし中田です。今回なんですけど、僕が使ってるクレジットカードが不正利用されたんで、今回はみんなも気をつけてくださいということで動画を撮影してます。よろしくお願いします。クレジットカードって明細書が届かないと何に使ったかとか多分みんな把握できてないと思うんですけど、僕あのクレジットカード会社さんの方から連絡があって、どうもおかしいですよっていうので、そこで気づくことができました。使用された内容ちょっと説明するんですけど、まあ、主にネット決済ができるもので使用されてたそうです。一番最初に不正使用されたのが7月17日、 PayPal で1953円、ここからおそらくスタートしてて、8月1日 UberEats 3件で8700円、8月2日 UberEats で5件、15098円、で8月の6日ガスト5件、14890円、マックデリバリー2件、3890円、ピザハットオンライン3件、16679円、不明なデリバリー2件、5500円、8月7日、マックデリバリー3件、8830円、ガスト2件、5410円、不明デリバリー2件、4890円、ドミノピザ2件、5852円、で8月8日、ペイパル9980円、 JR 東日本22820円で、8月9日マックデリバリー2590円、8月10日ドミノピザ2件、5337円、ピザハットオンライン3件、11528円、マックデリバリー3件、8180円、ガスト2件、4630円、という感じで、ここでクレジットカード会社さんの方が怪しいと思ってカードを止めてくれてました。今まとめただけでも不正利用されたのが合計57件で148167円ということで、その三越オンラインストアとかセキュリティが作動してエラーになってるものとかもあったらしくて、全部引き落としされていたら多分とんでもない金額になっていたんじゃないかなと思います。クレジットカードの不正利用保証対象期間っていうのがあって、過去60日間、不可解な請求があったものに対してはクレジットカード会社さんの方で不正利用調査をして返品交渉もしてくれるということなので、結果が分かるのが2ヶ月から3ヶ月ほどかかるとは言っていたんですけど、いいようにしてくれるんじゃないかなと思います。なぜこんなことになってしまったのかっていうと、最近多いのがフィッシングメールっていう、大手を装ってショートメールにカード情報を入力させるという手口のものがあるみたいで、過去を遡ってみると一番最初に不正な利用があったのが7月17日のペイパルの1953円だったんで、これより前を調べてみたら7月17日土曜日07時22分にショートメッセージで Amazon プライム会費のお支払い方法に問題があり、詳細はこちらっていう、このような内容のメールが届いてました。で、僕この時クレジットカードの利用期限のなんか更新かなんかで、ちょうどそれで引き落としとかされなかったのかなと思って、確か登録したような記憶があるんですけど、これにまんまと引っかかってしまったんじゃないかなと思います。で、今開いてみたら詐欺ウェブサイトの警告っていう表記が出て、さらにページ開いたらもう今もうサーバーが見つかりませんということでなくなってるんですけど、僕が登録した時はこれが警告が出てなかったような気がしたと思います。多分それで登録しちゃったのかなと思います。なんかいろいろ調べてみたらクレジットカードの不正利用のケースっていうのが結構あって、やっぱり多いのがフィッシング詐欺、金融機関やカード会社などを装い有効期限が近づいていますとか、カードが無効の状態ですとか、そういう感じで偽サイトに誘導するっていう手口だったり、スキミングと言われるクレジットカード情報を読み取るスキマーと呼ばれる装置でカードの磁気データを読み込んだり、まあ、偽造カードにコピーするっていう手口だったり、オンラインショッピング詐欺、架空の商品を販売してカード決済をさせるんですけど、その商品が届かずにカード情報だけ流出してしまうっていうケース、あと出会い系サイト詐欺、出会い系サイトに登録をさせてクレジットカード決済でポイントを購入させるという手口、あとなりすまし、第三者が不正に入手したクレジットカード情報やそのカードを使ってカード所持者本人になりすましてカードを利用する、オンラインショップからの情報漏洩、オンラインショップに不正アクセスすることで個人情報であるクレジットカード情報を盗み出す手口だったりと、まあ一番多いのがやっぱりフィッシング詐欺って言われるものが多いらしいです。
で今回Amazon さんを装ったメールだったんで Amazon さんに問い合わせてみたんですけど、まず SNS を通して、お支払いに関する お知らせ等をお客様へ送ることは一切行っておりません、必ず E メールアドレスのみ配信をしているということで、まあ、間違いなくフィッシングメールだろうという、そういう回答をいただきました。で PayPal さんの方にも問い合わせてみたんですけど、任天堂さんへ、お支払いがされていますということで、PayPal さんの方は調査をさせていただいて判明できた後返金をさせていただくかカードを止めてらっしゃるということなんで、プラスマイナスゼロで終われるように対応しますという、完全に僕の方に落ち度があったんですけど、このような対応をしていただきました。今回の件に関してクレジットカード会社さんの方に通話をしたやり取りを YouTube で使用してもいいですかって聞いたところ、口頭で話すことに関しては、特に問題はないらしいんですけど、通話の音声をそのまま配信されてしまうと、まあ、今後犯罪者の人たちが不正利用をするためのヒントとなりかねないので、その事実を警告することはとてもありがたいことらしいんですけど、音声をそのまま使うのはお控えくださいということなんで、口頭で話す、だけにしました。はい、という感じで本当に電話かかってきた時はゾッとしました。ずら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 もう身に覚えのないような請求を言われて、まあ、今回に関しては、まあ、完全に僕がそのショートメッセージに関して会社に確認を取らずに、まあ、登録してしまったっていうのが問題だったんですけど、みんなも気をつけてください。僕みたいなケースも、まあ、なくはないんで、クレジットカードも番号を変えてもらっていろいろ手間のかかることを してもらったんで、もう僕みたいな人が、まあ、中にはいるんで、できればそういう不可解なショートメールに関しては一度会社に問い合わせをしてみてから登録するようによろしくお願いします。今回はクレジットカードの不正利用こんなケースがありますよっていう、そういう動画でした。みんなも気をつけてください。ご視聴ありがとうございました。